はい、すみません、こんにちは。とりあえずね、あと1分か30秒ぐらいしたら9時になると思うんでね。そしたらね、新しいイベント。まさかのね、今回、前回のね、そのラグラジエンド出てたんですけど、俺、てっきりね、7月にね、レイド行われるのかなと思ったんで、まさかのね、こんな早くも。てか、レンチャンなんですよね。確か、ほんと、先週の金曜日にラグラジエンドの、後半戦の3日間が終わったばっかなんで、ここまでね、間隔が短い最強レイドってのはね、俺、去年のその、いつだっけな。多分去年の、ゴリランダーとか、多分魔法騎士あたりかな。じゃあ、去年のちょうど、夏ゴールかながスタートしたんですけど、7月、8月とか。ちょうどね、そろそろ、ポケモン SV やって、1年になるんですけど、こんな感覚早いね。の初めてなんですよね。ってわけで、ちょっと待ってください。ポケポータルから、お知らせ受信して、これでね、多分、新しく始めれるのかな。あれ、受信ってどこやるんだっけ？こっちか。不思議な贈り物か？あ、こっちです。失礼しました。受け取りましたと。これで多分新しく、なんだっけな。あ、そうですね。大量ポケモンの発生、ポケモンが発生中と。そうなると、で、今回ゴリランダ、ゴリランじゃねえ、なんだっけな。チャオブンの進化系は電気タイプになるんで、電気、わー、現場が最悪な場所だな。ちょっと遠いっすね。で、今回はね、本当ツイッターにラグラージって書いてたんですけど、ちょっとラグラージより耐久値がいいポケモンがいたんで、今回ラグラージやめて、ガブリアスにしてます。で、一応、物理型でガブリアス。特殊型で取り留んで感じで、一応2体をね、育成したんで、これは後でね、バイオレットの方から、スカーレットの方にね、またポケモンホーム経由で移動しようかなと思います。もしかしてこれ現場上か？上か？高えな。 やっぱこれ空を飛ぶでね、近場じゃないとすんげえめんどくさいっすね。よし、じゃあ一発目いきなり行ってみましょうか。どういう感じになるか。まずね、ガブリアスから、ちょっとね、小手調べって感じで、行きたいかなと思います。どういうタイミングで、ね、壁張ったりっていうのかがまだ未知数でね、わかんないんで。本当の小手調べなんですよね。ラッキー、ケンタロスの威嚇持ち1体いる。これでかいっすね。多分初手からビルドアップかなんか積んでくんのかなと思うんで、一旦まず研磨からいきます。いや、特に積んでは来ないんだ。さあ、相手が何をしてくるか。ドレパン？はあ？ 意外な技すぎてびっくりした。ドレパン？じゃあとりあえず一発自信打ってみるか。一応、貝殻図で持たしてるんで、回復はね、簡単にできるんで、誰が飛んだ？あ、ヘラクロスか。あ、多分フレアドライブ飛んだんですね。ドレパンなんだ。てっきりインファイトかなんか持ってるのが、確かに、ね、エンボウ自体が炎格闘なんですよね。タイプ的には。あ、なるほど。ここで壁張るのか。なるほどね。で、特にリセットはかけられないんで、じゃあ、このまま突っ張っちゃって。一応今回のガブリアスはね、AB 物販の残 HP にしてるんで。しかも、結構 HP 回復されやすいの、ちょっと腹立つな。そして何点が発生したんですけど、俺このガブリアスのステラ変更してない可能性があるわ。今気づいた。あれ、ガブリアスでステラどっち？ そこの問題なんだよね。まあいいや、しょうがない。とりあえず。あー、水テラスになっちゃった。しょうがない。とりあえず、一旦逃げるか。一旦逃げよう。しょうがない。ステラテラスタイプ変更してないの、これ俺のミスだ。これどんまいっすね。4機やっちゃうんですよね、テラス。でも分かった。1個だけあったのが、ドレパンなら安いっすね。そしたら1か8かで、ちょっ
ちょっと取り畳んで行ってみるか。しかも相手が今回、その、なんつうの、初手から、その、なんつうの、積み技？まあ、保持技っていうの。まあ、ビルドアップとか、研磨とかしてこなかったんで。その点で考えるんだったら、これ、鳥とどんあり説だな。意外と。まさかの負けた理由がテラスタル変更し忘れるっていうのがね、相変わらずうちらしいなって感じなんですけど。うちのチャンネルランクまでもよくありますからね。テラスタル変更したせいだとか。まあ、腹割りか。まあ、さっきの方がメンツ的にはいいですけど。まあ、どんな感じか。まあ、とりあえず。結構入ったな、ドルパン。B に振ってんですけどね。まあ今回ちょっとこのトリトドン、自己さえ持ってないトリトドンなんで、ちょっときついんですよね、そこだけが、唯一。ただ、まあ、初手からは逆になんつうの、なんつうの、チャージ奪われたりしないんで、その他も逆にも積まずに、なんか、なんつうのかな、まあ、技ぶっ込めば、簡単に3発入るって考えると、まあ、これは意外とアドなのかなっていう感じはしそうですね。ただ、命中率がいかんせん3ターン下げたのに全然下がんねえっていうね。まあ、2ターンか。とりあえずはまあ、積み技ないけど、ぶっ放してみるか。まあ、積み技ない鳥とどんがどこまで入るか。ここが未知数なんだよな。まあ、最下入んなかったらしょうがないんで、まあ、地面テラス、まあ、日付軸って、めんどくさいんで、日付軸って、まあ、地面テラスのがガブリエスにするだけなんで。OK、ドレパンここで外す。やっぱ積み上げないときついっすね。あ、しかも特ボタンはでかい。まあ、特ボタンを引いたところでなんだよ。ぶっちゃけ。やっぱ個人的に思うね。ガブリアスの照らしたら変更しよう。その方がいいや。じゃあちょっと変更していきます。じゃあ一応ね、ガブリアス地面照らしたら変更しましたんで、これでいきましょうか。で、今回はもう、初手から研磨積まずに、もう3ターン殴って、で、相手がリセットかけてきたら、まあ、研磨殴るっていう方式にしましょうかね。まあ、ガブリアスも600家族で、まあ、腐っても両刀型に近い変なゴミなんですけど、まあ、両刀型結構ゴミなんですけど、あんまりつけないですよね。まあ、ただから、地持ちに威嚇がいるかいないかになっちゃうんで、まあ、その辺はね、しょうがないのかなって感じがするんですけど、どうだろうな。ああ、ニンフィアと、まあ、オリーバが回復してくれるっていうのはでかいけど。まあ、とりあえず、じゃあそうですね、地震積んじゃって、まあ、そうなるとメトロノーム型の方が良かったのかな、もしかすると。じゃあそこはいまいちね、なんともいけないですけど。ああ、威嚇ね、ドロポン結構入っちゃうんだ。なるほどね。まだこの100食らったのがどんくらい回復できるかか。うん、まあ30ぐらいか。あ、ここでリセットか。じゃあ、研磨ここから積んじゃいましょうか。多分2発は確定で、あ、2発無理かな、ギリギリ。うん、そして2発ギリチョンパでアウトっすね。じゃあ1回回復入れちゃうか。あ、ラッキー。あー、それあれか、オリバン回復か。とりあえずこれで回復。まあでも今回なんかね、ドレパンしか相手が打ってこないんで、そうなんだよな。フレアドライブとか打ってくれたらめちゃくちゃアドだったんですけど、
なんか最近のやっぱりね、最強レゼと頭いいせいで、なんか効果今一つの技っていうのあんまり打たなくなったんですよね。あと特性に関する技。まあ、ガフリアスがね、回復技持てないんですよね。これが結構ね、きついところなんだよな。もしかすると、威嚇持ちの方がいいのかもしれない。まあ、問題は何の技を覚えてるかが今現在ドレパンしかわかんないんで、そこが3つすぎるんだよ。仮にこれフレアドライブだったらいくつ入んのかな。でもドレパンで威力こんなもんだもんな。問題なのが6積みの確か炎棒ってね、防御取得値60ぐらいしかないんですよ。それに対して、まあ、6段階積みの地震がどんくらい入るか、問題はそこなんだよ。これで100ぐらい回復できなかったらちょっと終わるんだよ。ああ、だいぶ終わったに近いな。ああ、ギリギリか。まあでも次でテラスタル切れるって考えると、ギリギリ生き残った。だそうですね、威嚇持ちの CPU さえいれば、まあ無限に倒しループになってくれたら、6段階簡単に下がるんで。ただ一応これででもうちもテラスタル切れるんで、そう考えると悪くはないのかな。てっきりね、フレアドライブとかワイルドボルトとかそっち系の技連発してくれんのかなと思ったら、そこはちょっと期待を裏切られた感があるんで、ちょっとつまんないんですけど。あ、でも炎棒意外と硬いんだ。あ、オッケーオッケーオッケー。まあ、約200回復できた。まあ、200回復できれば全然、あ、フレアドライブ持ってるんだ、なんだ。うーわ、マジ、えげつな。なんだ、だったら最初からフレアドライブ打ってくれたのにめちゃくちゃアドだったんですけど。ドラゴンタイプの時にね。まあでも次で壁は壊れそうなんで、急所に当たんなければギリいけるかな。無理か。うわ、マジか。きつ。そうなるとメトロノーム型ってこと？いやでもメトロノーム無理だろ。ガブリアスが無理ってことまさか。ちょっと待って、ツイッター行くか。ああ、これ誰が攻略ポケモン？若干お手上げ気味なんだけど。そうなるとじゃあマジでラグラージってこと？でもラグラージでも、確かね、耐久種属地で見ると、ラグラージよりガブリアスの方が600族だから一番上手なはずなんだよ。ちょっと待ってくださいね。もう攻略者いねえかな、20分で。フレアドライブ、ドレインパンチ、モロハの頭突き、ワイルドボルト。積み技なし。マジか。積み技なしか。積み技なしか。オッケー、了解。そうなると、研磨じゃなくて、もしかするとビルドアップの方がいい説か。
あ、ビルドアップ覚えないんだ。まさかの。そうなると、じゃあ防御ツム集団っていうのがガブリアスないのか。よくあの、威力120のフレードライブがタイプステ、まあ、ステミンの特性で威力上がるのは上がるんですけど、あのガブリアスのレベル100だよな。で、防御に振ったよな。そうです。一応防御に振ってますね。だ今回しょうがないんで、これ、意地っ張りやめるか。意地っ張りやめて、ちょっと防御に補正かけるか。わんぱくにすることによって、これで少し防御所得値上がるんで。これでちょっと様子見るか。いや、これマジできついぞ、結構。思ったより遠望って、でも正直言うと遠望って両党型の耐久ない言い方でいいんですけど、ブターっとしか思ってなかったんで。なんか、意外と手こずるな。正直、初手からドレパンじゃなくて、ワイルドボルト打ってくる、フレードライブ打ってくると効果今一つになるんで、あれなんですけど、やっぱ威嚇持ちにいるときついな。あ、そう、モニビー入れてくれたのないっす。入ったの？入ってないの？入ってないんか。使えな。あ、毒な、あ、でも毒にするんだったら、火傷の方が良かったな。物理技に威力半減するんで。急所に当たった。やっぱり2ターンが限度っすね。2ターン攻撃すると、まあリセットかけられる可能性が高いっすか。そしたらこれ、あえてこれ結構思ったよりダメージ入ってないから、回復するんじゃなくて、防御の壁張っちゃうか。なんか威力が弱まってきてるんですよね、ドレインパンチ。さっきに比べて。なので、まあ、毒の時はどっちにしてもいいや。一回ここで、ガッチリ防御張っちゃうか。それありせつなんだよな。ガッチリ防御張って、次の60は絶対耐えることが分かってるんで、急所に当たったとしても、多分耐えるんで。で、6積みぶっぱの地震ぶっこんで、で、多分100弱回復するはずなんで、50、まあ50か、50でもいいや。で、ドレパン60。で、仮にフレアドライブが一発200食らったとしても、防御値段階ダウンしてるんで、上げてるんで、多分大丈夫だと踏みたい。これで多分150も無理かな。ああ、オッケーオッケーオッケー。そんだけ回復できる状態だ。で、ここドレパンは安い。
オッケー、これ壁壊れたのでかい。でも壁壊れたからってもう一回リセットとかあんのかな、それがわかんねえんだよな。まあ多分ここフレアドライブがここから先連発で飛んでくるんで、そっちのリセットはかけられた。オッケー、フレアドライブ想定内。うわぁ、まあ180か。まあまあ半分か。結構入る。まあでも、壁ないんで、そうですね。壁なければ、もうあとは回復して殴っての繰り返しになるんで。うん、そんだけ殴れればさすがに全回復できるよな。あ、OK ですね。全回復できるんで。ラッキーラッキーラッキー。あ、ビルドアップ持ってたんだ。へぇ、これで防御値段階か。これ結構きついな。でも防御値段階としても躍動してくれてるんで、あの、フワライドの鬼火の子。あ、待って。2段階はやばくね？これ一発で地震落ちる？いや落ちないと思う、 B2 段階だから、うん、全然耐えられた。あー、まあやけど状態だからまあ100弱かってことは、まあ通常食らっても200ってことか、うん、なるほどね。ヒートスタンプ安いからいいよ。あ、そのフレードライブ連発はいてんの。危な、これフルダイブ2発連チャンはちょっとはさすがに耐えないっすね。まあ、でもとりあえず次の地震で落ちることは決定してるんで。まあまあなんとかって感じか。いや、ビルドアップ荷積みはきついっすね。だ相手の防御下げる技、それ持っとくのがあり説なのかな。とりあえず、まあ、スピードボールでいいか。あえて鈍速なポケモンでスピードボール使うっていうね。まあ、しかも、まあ、エンバー時代がね、炎黄色、まあ、赤と黄色っぽいんで、まあ、スピードボールでいいでしょ。そうですね、なんか腹回りが黄色っぽいんで、なんか似合うと思うんだよ。よかったよかった。まあ、なんとかそうですね。クリアできたんで。お、しかもスパイス2つか。これでかいっすね。で、今回はドリンクはマックスアップ。で、技マシンが140なのか。147だと誰になるんだろう。もしかすると、まあ、今回ね、ガブリアスには、まあ、ガブリアスが地面タイプなんで、打ってこなかったんですけど、まあ、ワイルドボルトとか。そういう感じになるのかな。147。この辺か。あ、そうですね。ビンゴ、ワイルドボルトですね。まあ、反動技。うん、なるほど。で、今回、炎棒が覚えてる技が、まあ、特性捨て身の、まあ、反動の威力が上がるよって。まあ、ただ、ダメージはね、その分食らうんだろうけど、まあ、フレアドライブ、ワイルドボルト、まあ、反動技持ってるプラス、まあ、モラハンズ付きも持ってますよと。で、まあ、ドレバンで回復しつつか。まあ、確かに、だから、言い方ないんですけど、まあ、4個中ね、3個の技が、まあ、この捨て身の特性を生かしたポケモン。まあ、ポケモンというか、タイプ技。で、それプラス、まあ、自分の昔のタイプの、まあ、昔のタイプか、まあ、格闘技で1個。おー、補給強って感じですね。まあ、で、特性は一応 S が下がる、まあ、攻撃が上がるやつ。勇敢か。で、まあ、リボン持つと、これは見てもらうんですね。なるほど。いや、でもそうですね、まあ、ビル、いや、正直ちょっときついなったのは、ビルドアップあそこで荷積みされるのはちょっと痛いっすね。ちょっとポケモン変えるか。でもこれ確かエンバーってね、B と D 同じだよな。そうですね、B と D 同じっすね。で、ビルドアップされること考えると、まあ最後の最後って考えると、まあ D 積み、特殊型の方がいいんですけど、トリトドンみたいに。ただトリトドンいかんせん、ガブリアスより B 種族低いんで、今回ちょっと手引いたんですけど。もしかもこれあれなんですね。もともと D ブリのトリトドンを B ブリに修正したんで、まあ後で修正し直しますけど、まあもしくは育成し直しかな。まあトリトドンだったらよくいるはずなんで。そうですね、とりあえず1体ちょっとポケモンの育成考えるか。どうせあの、ポケモンホームに、ガブリアス転送するとこ暇なんで、ちょっと育成ポケモン1体考えます。前回クリセリアで攻略できたんで、今回あいつにするか。で、今気づいたんですけど、まさかのガブリアス 6V になってなかったわ。よく防御と HP 今まで耐えたな。ちょっと 6V にしてから、そうですね、ポケモンホームで転送しようかなと思います。で、今ちょっとね、ガブリアスの種族値と、今回俺が新たに使いたいなと思ったポケモン1体いるんで、ちょっとそいつの、種族値、ちょっと今確認してるんで、種族値が努力値か。
ちょっと確認してるんで、ちょっとお待ちください。3項目か。まあ、SWG 上げなくてもいいんですけど。まあ、あたりなんか使ってもいいように言ってあげておきます。ガブリアス A130 の B95 か。で、HP108? まあ、SWG の際どうでもいいんですよ。あの、遠望、まあ、今回の遠望に、まあまあ、トロイポケもそうそういないんで。HP89 か。ビルドアップできんの？ああ、ビルドアップ研磨できるか。B90 か。まあ、ガブリアスより5低いだけか。ああ、じゃあちょっとこっちのポケモン使ってみるか。ちょっとポケモンホーム覗いて、あの予備タンクいればちょっと持ってきましょうか。ちょっとスカラットの方で、まあ、さすがに育成するのはできないんで、まあ、バイオルトに、あとでまたガブリアス転送するときに、もう持ってきてって感じで、行きたいかなと思います。一応6便になってる。そうですね、6便しましたね。まあ、さすがに多分、防御上げれば、いじっぱりでも多分いけると思うんで、あっちのただね、正直言うと、スカラットの方がどんだけミンタルかちょっと把握しないんで、申し訳ないですけど、じゃあ、とりあえずね、スカラットの方にガブリアス転送しまーす。で、ひとまず、今ね、スカーレットの方のロームに、ガブリアス転送して、なんだっけ、ポケモンホームの方もちょっと覗いたんですけど、一応一体だけポケモンホームの方に、そのまあ、俺が使ってみようかなと思った分見たんですけど、まあ、ポケモン GO さんだったんでね、まあ、レベルが低くて。で、まあ、正直な話すると、まあ、特性を生かすのか、まあ、どうするのか、現状3つな感じになっちゃってるんですよね。多分、正直言うけど、まあ、その、努力値的なことも言うと、まあ、そのポケモン使うんだったら、一か八かで言うと、まあ、ガブリアス。まあ、もしくは、まあ、育成してみてどうなるかわかりませんけどっていう感じにはなるのかな。まあ、でも、とりあえず今回はね、この試合終わったら、まあ、動画切り替えて、このままでもガブリアス戦、で、そのまま、もうインターネットを潜っていきたいかなと思います。多分、そっちの方がね、無難な気がするんですよね。まあ、マジで前はね、6V にせずに勝ったんで、特に HP と B が悪い状態で、よく HP と B、HB が、まあまあの状態で勝ったなと。俺も正直不思議でしょうがないですよね。特に今回も威嚇持ちはマニューラぐらいか、もしかすると。マニューラって威嚇あんのかな、これ。ああ、プレッシャーか。で、特に関係ないんで、このまま自信ぶん殴って。やっぱり何があろうか、2発殴れば壁張られることは確定そうですね。で、多分リセットも込みって感じなのかな。あ、いや、そこら3発殴れた。ラッキー。まあ、大して変わんないんですけどね。でも、1発早めに殴れて、こっちのリセットかけられるって考えると、意外とアドなんだよね。で、こっちでこれでやっとリセットかけられて、で、そしたら壁積んじゃって、まあ60か。まああと一発は確定で耐えるんで、まあここ回復しながら、そうですね、まあ残り2発あるんで、まあ悠長見ながら研磨しつつ、
まあでも逆に言うと、ある程度体力さえ回復できた状態で、まあテラステル切って自信6段階ぶっ込めば、一発はドレパン、相手がだからこっちがテラステル切ると思ってない状態で、まあドレパン打ってくるんで、その点はだから一旦上積みがあるんですよ。これ急所、ああ、急所には、急所は想定外すぎる。いや、急所は無理だな。俺、これ、剣前か、剣前1段階積んでるっけ ?2 段階か。ああ、いろいろうざい、いろいろうざい、いろいろうざい。いろいろうざい。これ、剣前2か1かどっちだ?ああ、1段階か。だったら、落としちゃうのもありか。落としちゃいましょうか、このまま。当然、防御2段階の壁に関しては多分なくならないはずなんで、このまま落としちゃっていいんだよな、ぶっちゃけ。ちょっと落としてみてどうなるかやってみましょうか。まあ、急所に当てられるのはもう想定外すぎるから、それはしょうがねえ。でこの状態で、まあ、体力満タンになってるんで、ここからまた剣前6段階積めば、まあさすがに次は耐えるはずなんで、まあ急所に当たりまくったらそりゃ知らんけど。まあ80、まあ9、まあ100弱か。で、次のドレパン一発耐えて、回復は間に合うんで。多分ギリ余裕なんだよな、そこだけは。ただもうちょっとどうなるか分かんないって言ってるから。まあ、今回特に、味方の CPA がゴミすぎるんで。で、これであれだよな。今のところ2積みだよな。で、これで6積みして、で、このドレパンは確定で一発は耐えるんで、で、次のドレパンも耐えるんですよね。攻撃しなくても。あ、ギリ耐えねえ。多分さすがに、タイプ1、6段階、テラスタル切った状態なんで、多分それなりに回復できるはずなんですよね。まあ、前回の試合はね、オリーバーが回復してくれたり、あの銅が毒に入りやすくしてくれたりしてたんで、まあ、それなりに定数ダメージと定数回復があったんで楽だったんですけど、今回はそれ両方ともない CPU ゴミなんで、特に威嚇もないんで。で、これで200ぐらい回復してくれたらどうなんだけど、おお、結構回復したら、ラッキー。ほぼ満パンと。で、これはドレパンでしょ?で、ドレパンは安いんで。で、次のターンフレアドライブ来る前に、うちが全回復できるんで、攻撃さえしちゃえば。で、これで壁も壊れるんで、あ、壊れなかった。マジか。ちょっと想定外だった。しかも、もろ数ミリか。まあ、このフレアドライバーは想定内だからいいや。で、これ、ああ、反動ダメージでも無理か。サメ肌と反動ダメージ。OK。で、壁壊れた。したら、この地震で体力全回復はできるんで、余裕で。で、ここでビルドアップ2段階が痛いんですよね。
300オーバー。やば。多分これ次は無理っすね。二段階アップからの、いや多分無理だな。二段階アップの時点で多分耐えないし、回復が、あー回復無理か。フレードライブ打たれたとすると終わりっすね。あとはハンドダメージとそれ次第になるんだけど、多分無理だな。やっぱ未確認し、そうですね、威嚇持ちないとだいぶきついっすね。逆に言うと未確認だからケンタロスとか、まあ、その辺の、まあ威嚇持ちの CPU さえいてくれたらアドにはなるんで、まだまあまあどうにかなるっちゃなるのか。まあこれはしょうがねえか。まあこれはしょうがないっすね。一応 B ブリのまあガブリアスでこれか。そうなると多分、で、俺何使おうとしてるって、正直言うとランドロス使おうとしたんですよ。ただランドロスが、確か熱さの大地持ってて、あれがね、3割だか2割だかで、大体だからまあ5分の1か3分の1で火傷にするって技なんですよ。で、命中率80で。それいいかなと思ったんだけど、ランドロス防御弱いし、ましてやモロハナズ好きくらったら飛ぶんですよね。だってフレアドライブでこの火力っすからね。で、モロハナズ好きなんか、それこそだって、いくつモロハナズ好き多分俺持ってないと思うんだけど。だってフレアドライブが確か威力120でしょ。モロハナズ付きだっけ威力150あったはずなんだよ。なかったっけ確か、もう持ってねえ。確か、モロハナズ付き俺の記憶だって威力150あるんで、で、ランドロスぶっちゃけで言うと、いくら威嚇入るかもしんないけど、リセットかけられたら終わりなんですよ。だから今回ちょっとランドロスきついかもな。って思ってはいるんですよね。まあだからガブリアス1本になっちゃってるんですけど。確か、モロハナズ付き俺の記憶だって150だと思ったんだよな。そうです、150っすね。ただ、命中率80。いやー、どうだろうな。まあ、モロハナズ付きでもいいのかもしんないんだけど。とりあえずもう一回ガブリシでやってみて、無理だったらちょっとランドロスの、まあ、最悪雨乞い。まあ、命中率80なんでね。まあ、どうなるかって感じですけど。さすがにこれで無理だったら、まあ、あと、ああ、ラッキー、ケンタロスいたんだ。あ、ラッキー、ラッキー、ラッキー。それはでかい。威嚇が1体で見てくれたら全然でかい。で、さっさと飛んで。言い方だけど、さっさと飛んで。いや、威嚇1体いるかいないから、これだいぶ違うんですよ。マジで。思ったよりケンタロス硬えな。さっさと飛んでくれたらめちゃくちゃアドなんだけど。で、ここで壁張られて、の、なんだっけ、ノココッチ飛んだ。で、ケンタロスなんか威嚇発動しながらなんかわけわかんないことになってる。で、こっちのリセットかけられて、俺三積みしてる。いや、マジで、威嚇はね、壁張ってる状態でも貫通できるんで、これでかいんですよね、結構。上積みとしては。まじ、威嚇いるいないだけでだいぶ違うっすね。
まあ、ここでちょっと威嚇が発動しなくなっちゃうけど。まあ、しょうがないか。アクアブレイクって入る？アクアブレイク一発入れとくか、ケンタロスさん。これで威嚇強制的な発動させて、で、特に回復もできるんで、少しはね。まあ、このドンチ食らっちゃうのはしょうがないですけど。で、一回回復入れて、あ、思ってる入んなかったな。この回復入れてなんかまちまちなんですよね。俺詳しく知らないけど、ルール上は。まあでも50なら全然いいや。どうせこれでまた威嚇が一発入るんで。これで多分あれでしょ、A3 段階でしょ、ダウンしてんのは多分。多分3段階のはずなんで。あ、1段階か。まあ、しょうがねえ。とりあえず、もう1回だけ研磨余裕で積んで。で、威嚇2段階のドレパンだったら安いんで、まあ、次のフレアドライブまでに満パンは可能か。あれ？俺これさ、6積みしたっけ？なんか6積みした割には威力なんか入んねんだけど、どういうこと？いや、6積みしたらな。6積みしたらにはなんか火力が少なく感じるの、気のせいかも。まあでもとりあえずこれで体力は余裕で満パンになるんで。まあしかも威嚇で2段階下がってるフレアドライブっつっても多分、150入る？ 100 も入んない。ただ、やけど、うわ、それ痛え！うわ、終わったんだけど。あ、そうか。あ、別にやけどしてもいいよ。回復すればいいだけだ。危ねえ。やけどしたなら回復すればいいだけなんで、単純な話。危ねえ、危ねえ。フレアドライブで火傷する確率って何割なんだ？さすがに今回は焦げない。で、次の、なんだっけ、地震で壁は壊れるんで、確実に。これで壁壊して。で、体力全回復。で、リセットはかけられる。結構なんかあれだな、思ってるケンタロスが飛びにくいっすね。ケンタロスがもうちょっとポン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 飛んでくれやすかったらめちゃくちゃアドなんだけど、今回、向こうホークいないのがちょっときついっすね。向こうホークなんかさ、ワイルドボルトさえ打たれればさ、あんなもんポン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 簡単に飛んでかすのポケモンなんですけど。まあ、とりあえずケントロス一発で飛んでくれたのはどう？
まあ、これで威嚇で下がる。ただ2発は耐えきれない。いや、俺じゃねえのか。オッケーオッケーオッケー。俺じゃないならいい。ドレパン、うわー、ドレパン無理か。2発技やっぱきついっすね。ここに来ての2発技は。ただ、これでテラスタルなくなったんで、炎技が入んなくなるんですよね。フレアドライブとか、まあ、ワイルドボート入んないし、で、モロハンデスケも入んないし、そこで考えると、まだ詰める余地もあるんですよね。あとは、だから、威嚇の、なんだっけ、名前出た、ケンタロスがどんだけ潰れてくれるか。そこにかけるしかないんだけど、思ったより、オッケー、ケンタロス飛んでくれたのでかい。で、剣舞積んで、どっちでも相手、ドレパンしかまともに打てないはずなんですよ。まあ、ドレパン140か。まあ、130。ギリギリすぎるね。いや、これ結構きついか。最悪、このエザルしかないかな、もしかして。なんか、そんな感じしてきましたね。もう一回積むしかねえか。まあ、威嚇が入ること分かってるんで、もう一回積める余地あるんだけど、もう一回が積めるかが分かんない。6積みは多分無理な気がする。4積みはいけても。いや、結構きついね。CPU に威嚇いってこれか。だいぶきついな。だいぶ無理っすね。いやー、これきついな、マジで。特にビルドアップ2発っていうのが前回のラグラジレートよりきちこましてるんですよね。で、ましてや結構このダメージとかのエフェクトが多すぎるんで、その点が、あれっすね。なんつったらいいの。結構回復を、時間経過がちょっともったいない感じがするんですよね。いやー、これ手こずったな、マジで。これどうしようか。マジで無効く出るまで厳選っていうのもありっすね。ムクホークが出ることにかけるか、威嚇持ちみたいにかけるか。ムクホークだったら多分ワイルドボルトでパーンパーンパーンってさ、ほんとハトポッポみたいな感じで飛んでくはずなんで。どうしましょうかね。まあ、とりあえず、ムクホークか威嚇持ちみたいなのでちょっと厳選します。待って、まさかの、ね、いきなりムクホーク出てた。びっくりした。ちょっとツイッターで攻略ポケモン見てたんですけど、まさかいきなりムクホーク出てたらびっくりした。ただ威嚇のムクホークかわかんない。まあ、威嚇じゃなかったら、まあ、落ちればいいだけなんで。で特に無効具に対しては、まあ、事実上2分の1で効果抜群技が入るんですよ。モロハナズ付きにしろ、ワイルドボルトにしろ。ただ今回ちょっと、俺がちょっと手こずってたんで2ターンしか入んないんですけど。OK、飛んでくれたのナイス。で、無効具威嚇。で、リセットかけられたのしょうがない。しょうがないんで、まあでも今回無効具が簡単に飛びやすいんで、ちょっと余裕で研磨しよう。いくら威嚇で攻撃されても、効果抜群の無効果相手に、多分想像耐えきれねえと思うんだよな、あいつ自身も。思ってる無効果耐えるの。ただやっぱりさっきのケントロスと違って、マジで無効果が雑魚すぎるんで、これは助かるっすね。待ってた。余裕で3積みできたん、6積みできたんで。で、向こう飛んだ。で、ドンチ安い。
もうあれっすね。フレアドライブ入れる前に一角でめちゃくちゃ下げまくる作戦。これ結構楽っすね。で、どうせこれ40ぐらいでしょ。まあそうです、40ぐらいっすね。ってことは次もどっちにしドレパンが確定してるんで。で、ここでテラスタル切って、まあ自信ぶっ込めば、まあ全回復は余裕。どんちも30しか入んなくなってきてる。安っ。このフレアドライブが100入る？ああ、100も入んなくなるんだ。威嚇入りまくってるから。3段階もしかして。あ、リセットかけられた。あ、でも、どっちにし壁壊しちゃった方が早いんで、ここは壁壊しちゃいます。どっちにし壁壊せば体力満帆確定してるんで。その前に向こう側もどうせ飛ぶでしょ、簡単に。虫の息で。まあまあまあ、160はしょうがねえ。向こう飛んでくれた。で、ダメージは入る。回復できる。問題はここからだな。ヒートスタンプならまだ安い。フレードライブギリ安い。ギリ少なかった まさかの重くせ少なかった。まあでもまだね、約時間3分の1あるんで、まあ1回死んだぐらいじゃ多分大丈夫でしょ。で、向こうの威嚇が入る。で、これで威嚇が、1段階か。したらもうしょうがないんで、あ、そもにもう一回威嚇が刺さる。一回研磨積むか。多分これ、俺が研磨積まないと多分出てこないはずだ、向こう。で、これと相手と多分扱い的には B が2段階の A が多分の、あのプラマイゼロになるはずなんで、扱い上は。ムックホークが出てくるの遅すぎるんだけど、どういうこと？で、ドンチならギリ安い。あ、でもこれ次のフレードで耐えねえかも。無理か。いや、モラハラつけるの絶対耐えるわ。危ねえ、よかった、ドラゴン自身で。で、地震やれば回復できるし、さすがに200は無理か。あ、まあまあまあ、160か。ドンチギリ。
ああ、このどんちゃ足りない。うわー、マジか、どんちどんちか。うざ。100% うざ。じゃ、これ足りないっすね。終わったー。いや、向こう君はもうちょっと死んでくれたらよかったんだけど、さすがに死ななかったのはちょっときついな。そうですね、完全に負けたな。で、とりあえず今見たら、なんかワイドブレイカーっていうドラゴン技があるみたいなんですよ。俺知らなかったんですけど。だからワイドブレイカーっていうドラゴン技ちょっと俺多分スカーレットの方持ってないんですよね。だからちょっと調べてみて、ちょっとワイドブレイカー手に入れてみるか。ワイドブレイカーってどうやって手に入るの？それがわかんねえんだよ。正直。ワイドブレイカーなんて変なクソ持ってないはずなんだよな。あ、持ってた。ああ、相手の攻撃なんか下げるんだ。じゃあ使っちゃおうか。どうせ激凛、アクアブレイクいらねえよな。どうせ相手の防御下げるかもしれないだっていらない。あれでもこれってあれだな。ワイドブレイカーでも確定で1段階下げるの。あ、確定で1段階か。あ、なるほどね。じゃあワイドブレイカー打ってからに締めるか。ちょっと面白そうっすね。こっちで行きましょうか。そしたら威嚇持ちもいなくて済むと思うんで。まあ、ちょっとどういう感じになるかわかんないけど。今回、おののくすか？鬼火ナイス。マジか。あ、でも鬼火なくなった。あ、なんか復活した。まあいいや。完全に虫の息のダメージだな、ほんと。すげえな。すげえ、ほんと。ワイドブレイカーか、早めに気づけばよかった。俺あんまりさ、なんていうの、新しい技って知らないんですよね。昔のだから、ダイパの時とかにある技しか、俺把握しないんで、基本的には。不適な問題で切れたんで、後で合成しておきます。で、多分相手がここでまたリセットかけてくるはずなんで、壁張って。あ、壁張ってだけか。壁張ってこっちのリセットだけか。多分そのはずなんで。そうですね、壁張って、こっちのリセットかけて、そしたら剣舞積んじゃいましょうか。まあ、こっちのリセットっていうのは一回しかかけてこないんで、その点は楽っすね、意外と。で、全然時間が、あ、リセットかけられるのか。これで6段階積んで、でもう一発だけワイドブレーカーぶっ込んどっか。さすがに2段階は避けときたいんで、2段階避けたけど、多分ドレパンだとしても多分60ぐらいで済むと思うんで、60で済むかな。あ、40で済んだわ。全然安いわ。で、次、テラステロ切ってやれば、ほぼほぼ回復できるんで、で、フレアドライブだとしても安いのか。
ほぼ全回復して、で、ドンチ意味ない。で、このフレードライブが A2 段階でどんくらい入るかなんだよな。あ、やべ、そこでリセットかけたの、いて。マジか。うわ、160か。結構入っちゃったな。オッケー、ワイルドボルト SE、やっとまともなこと言ってくれた。ナイスナイスナイス。そしたらここで自信ぶっ込めば体力全回復できるし、で、この時点で今映画2段階下がってるんで、確定で。なので、ビルドアップ積まれたとしても、あ、違う、今 A ノーマルかもしかして、わかんないけど、あ、とりあえずまあ体力全回復できた。で、ビルドアップ積まれたとしても火傷してる。どういう状況？あ、そうですね。やっぱりこれ誰か。さっき2段階下げてるんで、これでプラマゼロか。で、プラマゼロで火傷だったら問題ないんで、このまま地震で突っ張っちゃいましょうか。うん、オッケー、なんとかって感じですね。うん、まあ、あとはだから、なんつうの、例えば、まあ、言い方ですけど、あれ？落とせなかった？いや、落ちてねえな。まあ、いいけどさ、落ちてなくても。あ、落ちてんじゃん。微妙すぎる。まあそうですね。とりあえず、まあ、ある程度、そのなんつうの、まあ、誰かの、まあ、回線潜るときにガブリアス使って、まあ、みんなでワイドブレーカーとかしまくる方とかだったら、多分勝てると思うんですけど、どうしようかな、ボール。まあ、コンペボールでいいか。そうですね。まあ、だから、理想を言うと、まあ、ガブリアス使っ、まあ、さすがにガブリアス4体いれば勝てると思うんだよね、正直。あとは、言い方ですけど、YouTube で俺みたいにこの攻略系出してる人がガブリアスって出すか、ランドロスって出すか、コノエザルって出すか。それによって話は変わるんですよね。まあ、コノエザルに関して言うと耐久面高いんで問題ないんですけど、いや、ただコノエザルってさ、ガブリアスより耐久強いんだっけ？ちょっと待ってくださいね。一応ガブリアスの、B 種族値が、95なんですけど、コノエザルって100あったのかな？ちょっと待ってくださいね。あ、こっちはスパイスなしか。あんまりコノエザルってさ、俺知らないんだよな。ぶっちゃけ。なんか、粉コブで殴ればいいんでしょっていうのはわかるんだけど。あー、コノエザルそうですね。B80 しかねえや。ただ、コノエザルの場合っていうのは、ビルドアップできるんで、まあ、なんとかビルドアップで積みさえすれば、まあ、どうにかなる。で、おそらく貝殻の鈴プラス、まあ、特に今回はそうですね。まあ、コノエザルは、まあ、この、なんつうの、まあ、全部ハンド技のダメージになるんで、まあ、魔剣気とか、うん、まあ、発動しないんで、その点はちょっと痛いのかなって感じがするんですよ。確かコノエザルって魔剣気だったと思うんですけど。
まあでも、とりあえずそうですね、なんとか一体ずつ、まあ初日に確保できたんで、これは唯一アドかなっていう感じはしますね。でも今回ちょっとマジで苦戦したの。なぜかさっきの試合はね、CPU に威嚇いなくてどうにかなったんですけど。まあなんか、そうですね。まあなんとかね、新たに、まあワイドブレーカーも出して、まあなんつうの、まあ事実上攻撃しながら、まあ威嚇できるよっていう技にしたんで、どうにかあったんですけど。これもしかしたらね、まあ最悪いじっぱりでもいいのかもしんないけど、俺は今回とりあえず B ブリで、まあ AB ぶっぱ残 HP にしたんですけど。まあ特にサメ肌これです結構楽っすね。ある程度一定数でダメージ入ってくるんで。そうですね。だからまあ、なんだろう。まあだから、あとはガブリアスが雨乞い覚えるんだったら、例えばフレアドライブ対策で雨乞い入れたりとかっていう感じでもいいのかな。まあ、モロハの頭突きは地面タイプにそんなに入んないってなるんで。そうですね。まあ、雨乞い覚えるんだったら、雨乞い入れちゃってもいいのかなしんですけど、俺雨乞い持ってたっけ？そもそもガブリアスが雨乞い覚えるかすらも知らないんだけど。あ、雨乞い覚えるわ。あ、だったら雨乞いしちゃうっていうのもありなのかな。そしたらフレアドライブのダメージがめちゃくちゃ半減されるんで。そうですね。とりあえずこっちの雨乞い使うのもったいないんで、とりあえずバイオレットの方に、もう一回ロムチェンジして戻して、で、雨乞い持ってれば、ちょっとこのガブリアスに雨乞いも出しつつ、もしくはね、ちょっとこのエザルで、まあ、フンコブ型のこのエザルで、まあ、殴ってみるっていうのも、まあ、一個の手かなとは個人的に思うんで、まあ、とりあえず一旦これで、動画切り替えて、まあ、ちょっとね、1時間半経っちゃったんで、9時から。で、先にちょっと今日ね、N ゲージの動画っていうのを撮りたいなと思うんで、一旦そうですね、この動画、まあ、SD カードで移動させて処理してる間に、まあ、N ゲージの本動画、ちょっと撮りたいかなと思うんで、一旦ね、そして多分もう、もしかしたら今日ポケモンの動画、まあ、今日撮れるか明日になるか分かりませんけど、そうですね。まあ、行きたいかなと思います。一応、明日もね、また土日ってことなんで、まあ、改造部屋にね、潜って、やっていきたいかなと思うんでね。ただ、ちょっと今回まだね、明日、まあ、土日の分の蒔絵っていうのが、1ボックスちょいしか、1ボックス弱ぐらいしか手に入ってないんで、もうちょっとね、その改造ポケモン用の蒔絵っていうのも少しはね、手に入れたいかなっていうのもあるんで、まあ、その辺はね、ちょっと夜、まあ、深夜にやっていこうかなと思うんですけど。まあ、そんな感じですかね。まあ、とりあえずね、今回ガブリエスで、まあ、なんとかクリアできたんで、よかったかなと思います。で、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。